皆さんこんにちは、マンダルグルビッシュです。では今回はギルネボジオンのゲーフジョング編続きをプレイしていきたいと思います。今回はティターンズの拠点グリプス2、ここの攻略を行っていきます。舞台数66っていうね、ちょっと数が多いかなと思うんですが、我々もですね精鋭を派遣します。まず宇宙2からはですね3連星を、さらにルナ2からはドズルザビ中将を派遣していきます。これらの部隊でなんとかね、グリプス2を攻略してしまいたいなと思います。地球上はすべてジオンの制圧圏内に収めてあります。では早速、グリプス2の攻略戦始めていきましょう。これより我が軍は、ティターンズ本拠地、グリプス2に対する攻略作戦を開始する。地球至上主義という旧時代の考えにとらわれた、無知猛邁なる者どもに、裁きの鉄槌を打ち下ろすのだ。無知猛邁、各員の一層の表現がいいですね。では軍を動かします。全部でですね、部隊数の総数で言うと、ガルバルディが24、それにリックドームが16っていうね、その部隊数で派遣していきます。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。グリプス2の戦力半端ないですね。こうやって見るとさすがにどこに陣取って攻略を仕掛けていくかっていうのはね、すごく重要になりそうですが、敵がパッと仕掛けてくると思うので、この拠点を確保してここから攻撃を仕掛けていきましょう。もちろんビグザムを前面に出したいので、ビグザムを前に出すんですが、ビグザムが来る前にここが敵に取られてしまう可能性があるので、ここをですね、まあ、やられてもいいような機体リックドームで確保しましょう。リックドームは全部でリックドームとリックドーム2が混成部隊になってます。なので、まあ、ステイシーというとちょっと語弊あるかもしれませんが、リックドームを前面に出して的になってもらいましょう。でその後ビグザムの手法とガルバルディ隊で残りを駆逐していくという作戦でいきたいと思います。では展開していきましょう。で補給が可能な戦艦はザンジバルしかこの中域にはいないので、まあ、うまくですねそのザンジバルを使って補給を整えながらですね、簡単なく敵の数を削っていけるようにしましょう。敵の総数全部で72という数になってますね。ドカッと来た時になんとかビグザムで数をどれだけ抑えられるかっていうのがね、大きなポイントになると思ってますので、ビグザムでマップ兵器を惜しみなく使っていけるようにしたいと思います。ではビグザムを所定の位置に配備します。ここですね、攻撃を当てる意味はあまりないので、攻撃は当てずに行きましょう。どちらかというと次のターンでビグザムが撃墜されるっていうのを避けたいので、リックドームで壁を作ります。入れさせんと、まあ、やられてもいいリックドームで壁を作って、でザンジバルもちゃんと活用していきましょう。ザンジバルはこれも撃沈されるとむちゃくちゃ痛いので、撃沈されないようなね位置取りを作っていきます。乱戦状態に突入しました。もう絶対にやられたくないのがですね、こちらの補給ラインを取られるというのは絶対に避けたいので、補給ラインはね守れるようにしたいと思います。まずはドズルのビグザムによるメガ粒子砲、これでこの直線上をね、投げ払っていきます。それと回り込んでこちらの補給ラインを断とうとしてきている部隊から先に倒していきましょう。傷ついた部隊、エネルギーが切れそうな部隊は随時ザンジバルに収容してですね、回復していきます。
マクベもね、意外とというと語弊あるかもしれませんけど、格闘が高いんですよね。なのでこういう格闘の高いマクベは先頭に出してしっかり削ってもらいましょう。ノリスなんかもね、格闘高いですからね、順序を入れ替えて確実に数を減らしていきたいと思います。まだ敵は70、味方はもう40ということで、倍近い敵を相手にしているので、まずは数をね、5分ぐらいに戻せるように積極的な攻勢を仕掛けていきます。戦いってのはこういう風にやるのよ。ちなみにパイロットはですね、地球上に降りていた人たちを含めて大多数をこの、グリプス2攻略のために引き抜いてきてますので、まあ、冒頭でご紹介した3連戦もそうですし、他もね、このグリプス2の攻略戦に参加してもらってます。なので部隊数では確かにティタンズの方が多いんですけども、パイロットの数でいうとこちらのが多いですね。ここはマクベ。このマクベも敵はライラが乗ってますが、まあ問題なく撃破できると思います。で、開発の状況なんですけども、ハイザックの開発に着手しました。ただ売却投資する余裕がなかったので、まあ、ちまちまと開発を行っています。なのでこの後モビルスーツはですね、今リックドーム、あるいはリックドーム2、リックドーム2倍使っているものについては撃破され次第ですね、ハイザックに切り替えていきたいと思います。で、エース用には引き続きガルバルティを使っていくという運用を考えています。さあ、このメガ粒子砲がどれくらい敵に入ってくれるかですね。火力はもちろん高いんですけど、敵のモビルスーツの性能も上がっているので、直撃しても撃沈撃破できないケースっていうのがね、この先出てくるとは思うので、まあ、覚悟はしておきたいと思います。それでもやっぱり今5、6機撃破してくれましたね。敵の数54、味方が36となっています。ではまたビグザム河川上に敵が入ってきてくれてますので、これを打っていきます。また数がどれくらい削れるかっていうのがね、ポイントになってくるかなと思いますが、削っていきましょう。あとは部隊を進めていきます。ここにサイコガンダムがいるな。サイコガンダムに頬ぶらさめが乗ってますね。これマップ兵器使われると厄介だな。先に倒したいな。マップ兵器を使われたりなんかねする前に、ここは仕留めてしまいましょう。リックドーム隊を中心に使っていった方が良さそうですね。ここはね、あとはこちらの前衛部隊もちょっとずつ数が削られてきてしまっているので、そのあたりもまあ要注意かな。サイコガンダムはアイフィールドを持っていたと思うので、実弾系の武器で削っていく、あるいはエネルギーを使わせて無力化するっていうね、ちょっとこの2つの戦術を考えておきたいと思います。まあ、敵味方ともにね、消耗戦に突入しつつある中で、どれだけ戦力を温存できるかだと思うので、サイコガンダムね、あんまり数を減らされるっていう事態は避けたいなと思います。サイコガンダム、ここだ。このサイコガンダム、しかも砲ムラサメが乗ってるっていうのがまたちょっと厄介ですよね。ちょっとこれであまり効かないようだったら、てかまあ効いてないな、あのリックドームで囲んでしまってエネルギーを使わせるっていう方針にちょっと変えたいと思います。でエネルギーを使わせて無力化するというね、作戦に変えましょう。さあ、ここはビグザムの
メガ粒子砲です。もうちょっと数削りたかったかな。まだ敵の数の方が多いですね。敵44、味方32という数になってます。ただ味方もだいぶ消耗してきている中で、敵の方はまだ後方にいた部隊はほぼ無傷で健在という状況なので、ちょっとピンチではありますね。ここはまたメガ粒子を砲を打っていきましょう。砲村雨、ちょっとここは放置せざるを得ないな。味方もだいぶ数を減らしてしまってきている中で、ここは一旦サイコガンダムは放置しましょう。バウンドドッグには白っ子が乗ってますね。このバウンドドッグにもちょっと手出しづらいよな、この状況はね。できればこのビグザムのメガ粒子砲の河川上に入れたいですね。で、味方の方はもう増援は見込めないので、今いる兵力でなんとかね倒していかなきゃいけないんですけども、敵の方見えてるだけでモビルスーツの数がまだまだ、いっぱいいるなっていうところと、脅威となるのが G3 ガンダムに乗ってるゼロ、バウンドドッグに乗っているシロッコ、そしてサイコガンダムに乗ってる方、彼らをあるいは彼女たちを撃破できればまだまだ逆転のチャンスはあるかなと思います。ここは G3 でゼロを撃破しました。まだ手出してないところで言うとバウンドドッグですね。これが俺の実力よ。さあこのメガ粒子砲でまた数を削ってもらいたい。よし、今ので6機撃破ですね。フルアーマーレックスもフルアーマーを排除できたと思います。数がこれで5部ですね。ほぼ5部、25、26という状態です。くぅ、ここで撃破されたくないな。しんどい局面でどれだけね残れるかっていうのが重要にはなってくるので、一気でも多く残ってもらいたいな。見せてやるぜ。ここも特番が残ってくれるかどうかですね。よし、まあ、ガルマはやられてしまいましたけど、まあ、2機残れば OK かな。ガルマはこの後また先生に復帰してもらいましょう。今度はですね、この左上に放った方が敵の数多いので、左上にメガ粒子砲を打っていきます。で、懐に入り込まれつつある、このサイコガンダムなんですけど、もう本当にエネルギー切れを起こしている状態なので、エネルギーを補給させないようにですね、ちょっと動きを変えましょう。エネルギー切れを起こさせるために、このリックドーム2で、ここを塞いじゃいます。これでこの次のターン最高ガンダムは動けない、そういう状況を作っていきます。で、あとニムバスのこの部隊ももうちょっとしんどそうだな。ボール相手に無駄にエネルギーは使いたくないので、どうしようかな。ザンジバルで一度迎えを出しますか。ザンジバルで迎えに行ってあげて、そこで回復させましょう。ザンジバルが沈められるのは避けたいので、このザンジバルが沈められないように支援はしておきたいと思います。本来だったらね、ここサイコガンダムとビグザムが横に並んでいるっていうこの夢の共演なので、殴り合いをさせたいぐらいなんですけどね。あと、シロッコはここに移動しましたね。シロッコもエネルギーがどうだろう。まぁ、ちょっと微妙なラインに
なってきてるかなと思いますので、エネルギー切れを起こさせるか、一度後方に下げさせるかっていうところで、一度ね、退けておきたいと思います。でもシロッコの能力、これランク B の状態でこれだとどうだろう、シャーと同じくらいの強さありそうですね。ここはミクザムのメガ粒子砲です。ここもだいぶ数が削れそうですね。これで完全に数でも逆転しました。ただ数で逆転しても味方はエネルギー切れあるいは奇数を減らしたりっていうものが多いので、まだまだ油断できるような状況ではないですね。ビグザムのメガ粒子砲、もう一発二発を打ち込んでいきます。ここはザンジバルが残れるかどうかだな。残れない、ちょっと本当にやばいな。残ってくれ。やられた。前に出しすぎたか。やられちゃったな。これで一気に4機のモビルスーツ失いましたね。ちゃんとゾンブコントロール貼れなかったのかな。そんなつもりはなかったんですが、ザンジバルを失ったことによってどうだ、形勢がまた不利になりそうな気配がしてきましたけど、ここはメガ粒子砲を打ちましょう。バウンドドックにメガ粒子砲を当てて終わらせたいけどな。回復することもできないからね。もうこれ白ここに当てるのが先か、先に数を減らすのが先か、悩ましいですね。いや、シロッコの前にまず数を減らしましょう。サイコガンダムを撃沈します。ここはメガ粒子砲です。ここはビグザムとサイコガンダム打ち合いです。サイコガンダムせっかく削ったんですが、取り逃しにならないように仕留めたいですね。お互いにアイフィールド、アイフィールド同士の打ち合いだと何も起きないのか。まあ、エネルギーを削れただけでも良しとしましょうか。まあ、それはこちらも同じですけどね。ここはバスクのバーミンガム撃沈してます。残っているのがおそらくもう一隻バーミンガムと、あと取り逃がしているサイコガンダム、これが残っているので、これを撃破すれば無事ティタンズを壊滅、グリプス2の占領が完了するという局面になりますが、サイコガンダムが逃げに逃げているので、これをちょっと追っていかなきゃいけないんですよね。ビグザムの攻撃はサイコガンダムには効かないので、回復されるともうリックドームがいない中、削っていくのがむちゃくちゃ大変になるんですが、回復されるな、完全に回復される。エネルギーはすでに回復されつつあると思うんですけど、ヒットポイントまで回復されると辛いよな。まあ、なんとかね、回復を食い止めたいところですけど、バーミンガムにジャミトフが乗ってましたね。これも撃破していきましょう。はい、最後はガイアがサイコガンダムを撃破してくれました。相当数のモビルスーツ失いましたが、70機超えの展開数だった。報告します。グリプス2の制圧が完了しています。グリプス2の制圧に成功しました。ティターンズは滅亡です。この後はエウゴの討伐に入っていきましょう。ギレン閣下、グリプス2から全世界に対して放送が行われています。今度はなんだ、シロッコだよ。聞こえるか。いや、今シロッコ倒したからさ、バウンドドックに乗ってたシロッコ撃破したんですけどね。この卑劣極まりない行為を許しておいて良いのだろうか。世界はティターンズによって導かれねば破滅してしまう。愚かな俗人どもにはそれがわからないのだ。我々は
闇と不覚化の意志を継ぎ、理想を実現しなければならない。これは闇と不覚化の遺言である。私と共に愚かな俗人どもを地球圏から排除し、地球をティターンズの手によって再生するのだ。閣下、シロッコはグリプス2を掌握し、周辺区域に部隊を展開。同時に地上部隊による西ヨーロッパ侵攻を開始しました。若造が、うぬぼれていられるのは今のうちだけだ。ひねり潰してやる。なかなか戦いは終わらないですね。開発部より新兵器の開発が終了したと、はい、では今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、ブレックスのエウゴ、あとは今出てきたシロッコのディターンズ、これらをね、撃破していきたいと思いますので、ぜひ皆さんの方に引き続きよろしくお願いいたします。